た。ギャグ言うときさ、こうやって笑うよ。なんか不思議な笑い方だよね。あー、おい。あ、でも不思議で、ちょいとって。およよってなって、パッて見たら。大丈夫？皆さんこんにちは、フルタイムダディの聖太です。船はいよいよこれから北海道苫小牧のフェリーターミナルに着港します。北海道を回るルートは旅をしながらゆっくり考えたいと思います。どうもありがとうございます。着いたね。こっから何なんだろうね、ここ。じゃあ作戦練るか。うん。まずはこれから近場の道の駅を目指します。北海道来たよ。北海道来たよ。しかも運転してる。ねえ。それが嬉しい。いや、北海道が好きになって帰りたいね。ねえみたいな。うんうん。これだね。これだ。結構混んでるね。なんかね、車中泊はこっちでお願いしますみたいなのが書かれてるって言ってたんですよ。なんかキャンピングカー止まってるね。でも車中泊スポットなのかな。そうなのかも。ダメだね、開いてない。開いてない、混んでるな、あそこキャンピングカーね。いや、キャンピングカーはそうだけど、俺は止められないんだよ、そうだよね、サイズ的に。こちらの道の駅、人気の車中泊スポットのようでかなり混み合ってました。あー、ここからあったのに濡れちゃうよ、足。コージ早くしない、ちょっと雨降ってるから。コージ早く、水たまりが好きなんで。早速超美味しそうだよね。いいね、食べたいね。日が沈む前に夕食に行こうと思います。寒いな、ちょっとね、うん、あ、嬉しい、お座敷だ。あ、なんかいいね。十勝の方から行って帰ってきて函館で最後出るっていう。乾杯しよう。乾杯しよう。はい、乾杯。ちょっと違うね、これ。ちょっと違うね。はい、乾杯。うわ、美味しそう。美味しそう。いただきます。めっちゃ美味しそうだね。初めての北海道食はお寿司でした。お寿司でした。何？おいしい。なんか、うん。見て。なんかやだな。おいしいでしょ、これでね。つけて。おいしいね。おいしい。つけてごらん。なんか、虫がいない。ん？どこ？ん？どこ？
だからママのことにダメだよ、友達だからごめんね、ダメだよ、ここで使って食べてよ、そうそうそう、おー、でも食べれたじゃん。店員さんもとても親切で、美味しく楽しい夕食になりました。ごちそうさまでした。みんながおすすめしてるもんね。ちょっと早めに寝るよ。はい。痛い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 。じゃあコハちゃん電気消して。はい。はい、ありがとう、おやすみ。北海道の道路は広くて本当に走りやすいですね。今日はこれからですね、支笏湖という湖を見に行きたいと思います。道中たくさんのキャンピングカーとすれ違います。あのヒメバスって知ってる？ヒメバス聞いたことあるよ。なんか支笏湖にさ、コロンビ内食堂っていうのがあるんだけど、そこで食べれるんだよね。珍しい魚だからね、でその支笏湖で取れるんだけど、それどうしても食べてみたかったんだよね、現地で。だから今日すごい楽しみだった。食べてみたいね。あれ潜ってる人はさ、シュノーケリングみたいなのしてんのかな。これがですね、お目当てのポロピ内食堂ですね。早速行ってみたいと思います。チップっていうのが決めますの、ここで取れるんですか。これは皆さんがよく見ますか。チップでお願いします。支笏湖の水は本当に綺麗で驚きました。触れるよ。すごい綺麗。わ。洗ったばっかりなんですけど、もう一回洗います。気温もちょうどよくて本当に気持ちいい湖でした。田中さんっていう方がいて、マルキョウに、その方に会いに行くんだけど、シンガポール中のウニマルキョウさんだよ。へえー、すごいね。ウニね、食べたいね。ね、食べられんのかな、その場で。その場ではそういうサービスはしてないかもしれないけど、売ってんの、その場で。いや、ウニ買いたいね。買いたい。で、ウニ丼やる？やりたい。お母ちゃん、ウニ食べれるかな？食べないよ。食べないの？これしか食べません。これしか食べません。かぼちゃシフォンケーキ、バーバーの。あ、これあげる。シフォンケーキ。苫小牧にあるウニの加工場である丸京水産にやってきました。ここのウニはですね、本当に美味しくて、シンガポールのレストランではずっと使っていました。出た。
この日はですね、土曜日だったので加工場がお休みだったんですが、いろいろお話ができました。今日食べたんですよ、友達と。本当ですか？はい、本当に。せっかくね、本当に来ていただいて。そうなんです、嬉しいです。いや、とんでもないです、ありがとうございます。いや、とんでもないです。ありがとうございます。いや、本当、また何かありましたら、本当ぜひ、今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ダメだな。いい、こちらこそ。いやー、これが海か。でかいな、北海道。すごいね。あ、すごい。綺麗だね。こんな景色。わー、絶景だね。あれ、すごいぞ、大きいぞ。おお、すごい。え、2箱、こんなに。うわー、うわ、きれい。うーわー、美味しそう。美味しそう、見て、母ちゃん、きれいだね。うに丼にしよう。母ちゃんも食べてみる？ね、すいません、マルキョさん、いただきます。どうした？お、あげてる。ご飯食べて。うん。これは綺麗。嬉しい。じゃん。じゃん。綺麗だね。うん。うに丼見てほら、紫ウニね。ね。で、本当美味しいよね、マルキョのウニね。これね、一番うまいよね。ダメダメダメ、返して。何しようことするのよ。どうしたどうした、喧嘩。うん、歩みに来るよ。はい、気をつけてください。はい。はい。はい。お待ちどお。はい。おいしそう。お待ちどお。おいしそう。よし、食べよう。おいしそう。いただきます。いただきます。マジみたいな感じ。このさ、わさびと一緒に食べてみる。うん、おいしい。クリーミーだね。うん、贅沢だね、こんなのいただいちゃって。いい、ウニ。ほんとだね。この海を見ながらさ、うん、うどん食べてさ、やばいでしょ。最高でしょ。車中飯で食べるうに丼、本当に美味しかったです。この旅を通して北海道の魅力を家族とたくさん見ていきたいと思います。どこかおすすめの場所があればコメントで教えてください。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。